今回はとりあえず不問といたしましょう。これ以降の任務内容次第ではいつ処分が下されるかも分かりませんよ。注意と馬車馬のような労働意欲を期待します。では早速新しい任務をお願いします。1年ぶりにこの特殊工作部に復帰するエージェント、ザ・ペーパーを出迎えてください。肌は東洋系、髪は黒、年は25で黒縁の眼鏡をかけた女性です。変わっているのは名前だけではありません。難儀なことにドラマのこの現場っていう共演は本当に初めてで、もう本当僕たちが13歳とかからずっとね一緒にいて、本当に中学校の時とかずっと本当毎日一緒にいたりとかして遊んでたんで、まあ、なんか不思議な感覚っちゃ不思議な感覚ですね。歌番組とかで一緒に共演したことはあるし、舞台でもそうですし、コンサートとかもね一緒にやってたんで、またお互いの違った一面が見えるんじゃないかなっていうふうに思えてすごい、楽しみですね。君のその類稀なるドジな才能は、例えば東洋の島国とかに持っていけばそれなりに支持する人もいるでしょうが、ここ大英図書館特殊工作部では利用のしようがありません。重要書類を雑巾の代わりにするのはやめてほしいものですね。不思議ですよね。なんかほんと昔洋服とかも、なんか俺のピーがヤオピーが来たり、ヤオピーの俺が来たりとかして、なんか、やってたりとかして、ネックレスとかはね、だからなんか、まあそれもそれでも楽しみですよね。ヤマピーの新たな一面がすごい見れるんじゃないかなって思いますね。